ただ飲むだけで痩せるって本当って思いませんか？本当です。マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。クエン酸と聞くと、疲労回復やスポーツ飲料を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、実はクエン酸を取り入れることで、実際に私や私の生徒さんたちも10キロ以上のダイエットに成功しています。また、クエン酸は手軽にスーパーで買える食品に含まれているため続けやすいんです。最後に、私が日常的にクエン酸をどのように取り入れているか、その具体的な方法もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。本題に入る前に、今後もこのような役立つ情報を見逃さないために、ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速今回の動画の内容をご紹介します。1、クエン酸のダイエット効果5つ。2、飲むだけで痩せるクエン酸ドリンク5選。3、効果的な飲み方と注意点。この流れで詳しく解説していきます。まずはクエン酸のダイエット効果5つ。1つ目は脂肪燃焼効果です。40代になると、若い頃に比べて脂肪が落ちなくなって、運動してもなかなか痩せないなんてことないですか？クエン酸を摂取することでエネルギー代謝を促進し、脂肪燃焼効果を高めることができます。例えばウォーキングの前にクエン酸を摂ると、いつもよりも汗をかきやすくなり、体脂肪が燃えやすくなります。またクエン酸は乳酸の分解を助け、運動後の疲労回復も早くなります。私は1日のスタートの朝にもクエン酸を摂るようにして、1日中脂肪を燃えやすくしています。では次に2つ目はホルモンバランスを整える効果です。クエン酸はホルモンを作る材料になります。例えば更年期で食欲増加、体重増加、筋力低下、その他にものぼせ、イライラ、めまい、頭痛、不眠症、関節症、骨粗鬆症などの症状が出ていませんか？女性ホルモンは卵巣と副腎皮質で作られているんですが、更年期になると卵巣からの分泌が止まってしまいます。特に閉経後は副腎皮質だけで女性ホルモンを作るので、副腎の働きを助けるクエン酸を摂取するとホルモンバランスが整って痩せやすくなり、更年期の症状も楽になるんです。閉経前の方でもクエン酸を積極的に摂ると生理不順や生理痛が軽くなるのでおすすめです。では次に3つ目、基礎代謝の向上効果です。40代過ぎて代謝が低下すると、以前よりも食べたものがすぐに脂肪と蓄積されてるなって感じませんか？クエン酸は酸化還元反応をサポートし、基礎代謝を高める働きがあります。例えば朝にクエン酸を摂取すると、その日1日を通して代謝が活発になり、カロリー消費量がアップします。普段と同じ生活をしていても、クエン酸を摂取することで自然と消費エネルギーを増やすことができるんです。では次に4つ目、食欲を抑える効果です。つい食べ過ぎてしまうことってありますよね。40代を過ぎると更年期やストレスが原因で食欲のコントロールが難しくなることがあります。こんな方にとってクエン酸は強い味方です。クエン酸は胃腸の働きを整え、満腹感を持続させる効果があるため、自然と食欲を抑えることができます。なので食事の前にクエン酸入りのドリンクを飲むことで、食事の量を減らし、無理なくカロリーをコントロールすることができます。では最後5つ目は腸内環境を整える効果です。この動画を見ているということは、長年便秘に悩んでいる方も多いと思います。クエン酸は腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を改善する効果があります。例えば毎日朝からお腹すっきりすると、その日の家事や仕事もはかどりますよね。そのくらい腸内環境の改善はダイエットはもちろんのこと、健康やマインドにも密接につながっているんです。このようにクエン酸はダイエットだけでなく、健康や美容にも効果的です。では次に、どのようにクエン酸を取り入れるかの具体的な方法についてお話します。ここからは飲むだけで痩せるクエン酸ドリンクを5つ解説していきます。クエン酸の効果を最大限に引き出すための飲み方をお伝えするので、酸っぱいものが苦手な方もぜひ最後までチェックしてください。まず1つ目は純リンゴ酢です。純リンゴ酢大さじ1杯、約 15ml には多くて約 0.5g のクエン酸が含まれています。代謝を活性化し、脂肪燃焼を促進したり、食後の血糖値の急激な上昇を
繊維で脂肪を溜め込みにくくしてくれます。私は朝に天然水 500ml に純リンゴ酢大さじ2と純水はちみつ大さじ1を加えたペットボトルを用意しています。このドリンクを1日かけて飲み切るようにしています。これで1日中代謝を高めながら脂肪を燃やし続けることができます。では次に2つ目はレモン果汁です。レモン果汁大さじ1杯約 15ml には約 1.5g のクエン酸が含まれています。またレモンのビタミン C をクエン酸と一緒に摂ることで免疫力の向上や美容効果もアップします。私は朝起きてすぐにコップ1杯の茶湯にレモン果汁を大さじ1入れて飲んでいます。レモンの香りで目覚めもすっきりして茶湯の効果で体温が上がるのでその日1日代謝を上げたまま過ごしています。では次に3つ目は梅干しです。梅干し1個約 10g には多くて約 2g のクエン酸が含まれています。疲労回復や食欲抑制、腸内環境の改善など様々な効果があります。ただ酸っぱいのが苦手という方は梅干し炭酸水がおすすめです。作り方は簡単で無添加の炭酸水 500ml に梅干しの実を1個ほぐして入れるだけです。梅干しを炭酸水に入れて飲むことで脂肪の分解を促進し代謝を上げ食欲を抑える効果がアップします。私の生徒さんも最近食事の前に梅干し炭酸水を飲んでいたらすぐにお腹いっぱいって思うようになってついついおやつに手を伸ばす回数が減りました。酸っぱいのが苦手だったけど炭酸で割ると意外といけるんですって言われてました。では次に4つ目はグレープフルーツジュースです。グレープフルーツ1個約 230g の果肉には約 2から 3g のクエン酸が含まれています。またグレープフルーツのビタミン C は1個で1日に必要な量の約8割を摂取できるほど豊富に含まれています。ただ毎日グレープフルーツ剥いて食べるのって、正直手間だなって思いませんか？私もです。なので私は無添加のストレートタイプのグレープフルーツジュースでクエン酸を摂取しています。私は無糖の炭酸水でジュースを割って飲むのが好きで、半々ぐらいで割って飲んでいます。では最後5つ目はトマトジュースです。トマト1個約 150g には約 0.3g のクエン酸が含まれています。トマトにはリコピンも含まれており腸内環境を整え便秘解消にも役立ちます。トマトをそのまま食べるのもいいですがジュースだと栄養の吸収率がよりアップするのでトマトジュースで摂取するのもおすすめです。私が最近ハマっているのが国産のトマトを使った完全無添加のこちらのトマトジュースに甘にオイルを数滴垂らして飲むことです。するとさらにお腹すっきりデトックスできますよ。では次にクエン酸の痩せる飲み方と注意点について解説します。クエン酸のダイエット効果を生かすためには1日を通してこまめに摂取することが大切です。体内に入ったクエン酸の効果は2時間後にピークに達し約4時間で減少します。そのため一度に大量のクエン酸を摂るのではなく数時間おきに少量ずつ摂取することでダイエット効果を最大限に引き出すことができるんです。例えば私は次のようなスケジュールでクエン酸を取り入れています。朝6時起きてすぐにレモン茶湯コップ1杯、朝8時朝食時に梅干し1個とリンゴ酢茶湯コップ1杯、午前10時グレープフルーツジュースまたはトマトジュースコップ1杯、正午昼食時にリンゴ酢茶湯コップ1杯、午後3時レモン茶湯コップ1杯、午後7時夕食時にリンゴ酢茶湯コップ1杯。このように定期的にクエン酸を摂取することで体内のクエン酸レベルを一定に保って痩せやすい体質を維持しています。次にクエン酸の摂取量ですが、諸説いろいろあって1日あたり 5g または 15g とも言われています。私個人の考えとしては、例えばね、身長150センチで50キロの人と身長160センチで80キロの人では必要な摂取量ってそれぞれ違うと思うんですよね。私の場合は先ほどのスケジュールで飲むと、1日あたりトータルで約 5g は摂取できています。もうこれだけでも十分効果が出てるなって実感していますし、どんなにいいものも過ぎたるはですよね。なので摂取量は調整しながらあなたに合った適量を摂取してくださいね。次に注意点ですが、クエン酸を摂取し始めると一時的に体調が悪くなると感じる方もいるかもしれません。これは抗天反応と呼ばれるもので、長い間体に溜まっていた老廃物が排出されるときに起こる一時的な反応です。例えば便秘の方は腸に溜まった、老廃物が排出されることで便がこう黒っぽくなることがあります。動脈硬化がある方は血管に付着していた老廃物が除去される際にこう痒みを感じることもあります。ほっ
とんどの場合、数日から2週間程度でこの反応は落ち着きますが、強いこう不快感がある場合は一度クエン酸の摂取を中止し、少量から再開してみてくださいね。またクエン酸の副作用は特に報告されていませんが、お薬を服用している方や持病がある方は摂取前に医師に相談することをお勧めします。お伝えしたクエン酸以外にも、私の腸活ダイエット法を3ステップで実践して、今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は、私の無料公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった、美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りは、この動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。クエン酸のダイエット効果5つは、1脂肪燃焼、2ホルモンバランスを整える、3基礎代謝の向上、4食欲を抑える、5腸内環境の改善。痩せるクエン酸ドリンク5選は、1純リンゴ酢さゆ、2レモン酢ゆ、3梅干し炭酸水、4グレープフルーツジュース、5トマトジュース。クエン酸を効果的に摂取するには、数時間おきにこまめに摂取し、体調に合わせて摂取量を調整することが大切でした。次回も腸内環境を整え、根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたら、いいねやコメントお願いします。質問には私がお返事しますので、ぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。